こんにちは、こんにちは、こんにちは。本日3回目です。3回目のルカさん初見です。ありがとうございます。本日ね、3回目のライブ配信になりますね。初見だったことあります、覚えてますよ。おはようございますさん、いつもありがとうございます。もう初見じゃなかった、なんて言うんでしたっけ、もうベテランベテラン、クッシーさん、クッシーさんじゃん、自分がクッシーさんや、 何言ってんねん。クヨンちゃんです。だるまありがとうございます。だるまギフトありがとうございます。ゆうさんこんにちは。渡辺さんこんにちは、ありがとうございます。そう、今日はね、本日3回目のなんやライブ配信になりますね。明日で終わるんですけど、皆さん早いですねよいしょ。キクさんこんにちは、来てくださってありがとうございます。よし、何しようと思った。そう、今日このあと何時、どのぐらいやって、何時から次やろうか考えようかなって思ったんやけど、今4時ですよね。4時半で5時までやったら短いんか、若干短いんかな。ちょっと待ってや、やらんと、今やらんとあかんこと、課題なんですよね。課題、ダンスと歌覚えるやろ、あと韓国語やらなあかんやろ、あと何やらなあかん、もうでも提出やってるし、やらなあかんことあと何やろ。その空き時間を作りすぎたら配信できひんしさ、なんか何、空き時間じゃない、続けてやってもさ、その何や、何やろ、今自分がやらな課題とかあるんですけど、できひんなって思って、どうしようって思って、今このこっからですよ、夕方からの時間配分どうしようって思って、長い方がいいけど、長すぎたらね、その練習、自分がしたいダンスやったり歌やったりの練習ができなくて、どうしようかな。ちょっと休憩入れて、その練習やったり、あのトレーニングしたかったりやから、一旦何時までがいいと思います皆さんそうもありがとうございます。やんちゃ坊主さん来ました、ありがとうございます。どうしよう、このライブ配信な、一旦、まあこの後もあと1回か2回かできたらなんですけど、この時間何時までするか迷ってるんですよね。なんか予定ではこのライブ配信を6時まで、そうやな、6時までさ、このライブ配信やったら多分、6時までライブ配信やったら多分な、ダンス、ご飯、筋トレあるから 8時半とか9時なんですよ、このライブ配信を。6時までやるとしたら、2回目があと1回が8時半か9時に、あ、今日の4回目ライブ配信になるんですよ。でこれが、この今の配信が5時とかに一旦終わったら、7時から1回やって、 2回ほどできるかなって思うんですけど、どっちがいいですか皆さん。このライブ配信が1時間半ライブ配信、6時までやって、で8時ぐらいからかな、8時半ぐらいから今日最後の2回目の、あ、そう、4回目かなのライブ配信をするっていう一つ選択肢か、この今やってるライブ配信を5時までして、で時間を短く短くで、あと2回、このあと2回するか、このあと1回するか、どっちがいいと思いますめっちゃどうしようかな、どれがいいんやろ。長く少なくするか、少ない、あ、じゃあ短い時間で多くするか、どっちがいいんやろ。長くの方がいいと思います。トラさん、ヤッホー、ありがとうございます。今日ずっとこれ3回目やな、3回来てくださってありがとうございます、嬉しいですオーナフィットさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。今日もね、朝から来てくださって嬉しいです、ありがとうございますどうしようどうしよう、何時までがいいと思います。一旦5時頃で考えてみたら、そうですね、 OKOK、 じゃあ一旦、そうやな、
まあ誤字やとして伸ばすか伸ばさへんか考えようか。たくさんあのこの時間で人来てくださったら6時までする予定です。でもあんまかあなんやろな、この時間来れなさそうやったら5時で終わりますね、一旦ね。やんちゃさんとどり OK です、 OK です。5時、一旦5時どうしよう、テロップ一旦5時にする、5時OKOK ありがとうございます。そうしますね、15時頃まで予定、予定いるかな、15時まで一応ね、テロップまあでにしといて、まあ後で考えます。15時まで OK ありがとうございます。さっきさあの昼ご飯食べたけどもうお腹すいた、やばい OK で今日ね何しなあかんやったっけな、ちょっと待ってや、ボイスメモさっきもやって、でねそや振り覚えてからダンス動画撮って、で動画撮って送って、ちょっとさ学校のテストとかさ課題とかもいっぱいあってね忙しいですね、うん、夜ご飯あちゃちゃちゃ夜ご飯ちゃ昼ご飯はそのえちゃちゃちゃ昼ご飯あのあれですよ、10いつかえいつ食べました、さっきライブ配信っていつ何時終わりましたっけ、1時か1時ごろやか1時とか1時半ですね、お昼ご飯は。でそうさまあ1時って、まあ、さっきなんですけどお腹すきましたね、あ何食べたの、あカレー、カレーライスです、からあの甘くない辛くもないカレーライスです皆さんあそうやな、やんちゃ坊主さんあれですよね、え何でしたっけ、ちょっと待って、何トーストやっけ、何トーストとトマトポタージュと、あとさっき新しくなんか言ってくださいましたよね、ヨーグルトやったっけ、あそうガーリックトースト、もう一回忘れる、ガーリックトースト、うん、あとヨーグルトでした、ありがとうございます、初訪問嬉しいです、ルビーレッド、あそうやそうや、すぐ忘れるわ、あの今日の夜ひあのご飯は貴族ご飯ですね、このいちご麦っこチョコレート美味しいですね、これ今食べたんやけどやばいお腹空いてきた、ほんまになんか最近食べても食べてもお腹空くんですよ、やばくないです、やばい話止まっちゃったこのあとやらなあかんことちょっと考えてたらお話が止まっちゃいましたね、ああやばい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 、麦っこが逃げ出してる今、ちょっと待ってめっちゃ逃げ出した、あやばいやばい、あ口、あそうあと1個これね、あと1個口泡吹くやつ、これ喋りながらさ口泡吹くやつさ食べたら、いやあれやねほんまに溺れそうになるんですよ、普通に口さ何も喋らずに食べてたらいいんやけど、なんか溺れますよこれほんまにこれも駄菓子やな、駄菓子買ってみてください、鈴木一郎さんこんにちは、こんにちはありがとうございます、今日はね3回目のライブ配信なんですけど、このあと、あと1回ライブ配信するかあと2回ライブ配信するかなんですけど、またこの後のライブ配信も見に来てくださったら嬉しいです、電気ついてなかったな、よいしょよいしょ、ルカさんわらわらそう泡吹きますよほんまに、テロップどうしようかな、カニ、あそう皆さん聞いてください、さっき蚊に右足が蚊に刺されたって言ってたじゃないですか、で
さっきそのライブ配信終わった後痒いなと思って、ま、次見たらここに蚊に刺されてるんですよ。ここやばくないです？言ったすぐ後にこれめっちゃ痒いんですけど、もう顔やから描けへんくて、そう最悪ほんまに。蚊なんなん？蚊と蜂は敵ですね。あとハエ嫌やな、ほんまに虫はダメですねっていうのをさっき虫で、あれ何、何やあれ、もうなんかどんどんなんやん盛り上がってましたね、虫の話で家の中ありそうなんかな。え、それな家の中いるんかな。え、でも見てないんですよ、見てないけど多分寝てる間とかに刺されてるんかな。ほんまにここ、これめっちゃ痒い。オレさんお疲れ様です。お疲れ様です。お仕事でしたか？お疲れ様です。私と一緒のところ刺されてる。嘘、何ここの血美味しいんかな顔ほんまにあかんな、顔やめてほしい。え、なんかさ、前さっきさ、なんかなんだっけ、蚊刺されたところにあの何っけ、木なんちゃら塗るといいってさ教えてくださった人いたんですけど、顔にも塗っていいやつなんですかね、その何っけ、蚊のさ痒みを抑えるやつ、パッチをパッチ貼ってもいいとか言ってはりましたけど蚊、あ、じゃあ虫刺されかな、虫刺され金柑、そう金柑、金柑、金柑ってさ顔にも塗っていいんかな、どうなんやろ。ランチャー坊主さんハートありがとうございます、ありがとうございます。ハートハートありがとうございます、嬉しいです。ギリギリさんこんにちは、お疲れ様です。こんにちは昼間でも蚊出るの、え、めっちゃ出ますよ。夜あ、なんか関係、朝が少ないんかな、昼夕方夜はもうずっと蚊いっぱいいますね。朝はそう、朝方やとさ、何やっけ、蜂、朝方やと蜂とかもおらんしさ、朝方が一番安全じゃないですか。虫もさ、夜も安全かな、夜も蜂出てこうへんしそうやな、夜も安全やな、夜と朝は蜂こうへんからいいなって思うんですけど、もうなんか、あ、なんやろ、火出てきた瞬間どんどん蜂が出てくるから嫌やな。やすおさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます、見に来てくださって嬉しいです無比、あ、無比か、無比やな、顔は金柑やめた方がいい、 OK です、ありがとうございます。塗る前に金柑よかった、無比ね。でもね、口元やからさ、なんかそうやね、無比な、塗ろうか、口元やからさ、なんか自分これ、なんやろ、癖、下の、下じゃない、唇か、あのペロってする癖多分気づかへんうちにあるんですけど、その時さ入ったら絶対まずいよな、無比。ちょっと待って一瞬、よいしょ、一瞬さ寝巻きみたいな感じになったけど、中普通のシャツなんでよいしょ。マルスさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。一旦5時までなんですけど6時までするかもしれないですので、そうやな、見てくださったら嬉しいです。無比持ってきましたよ。ちょっと待って、痛いんかなこれ、めっちゃ通風する、オッケーオッケーオッケー。あのさ、あの右足よりはさ描いてないからさ痛くないけど、めっちゃスースーするわ、やばい右足はもうめっちゃ書いた後やから、あの何、あの
なんて言ったらいいのそうめっちゃ書いた後やからあの無比もう痛くて痛くて寝れへんかったからまだよかったんやけど痛いなしかも臭いし無比や初訪問ありがとうございます。皆さん嬉しいです。アディットさん、アディットヤーさんかな、初見です、ありがとうございます、お疲れ様です、仕事中ってなってるありがとうございます。ほんまに臭いはどうしよう、まあ、我慢やなこれは。 OK で、そう5時まで何を話そうかなっていうので、さっき何しました、英語と漢字と自己紹介とやんな。でも言ったらそんな大したことしてなかった気がするような。ありがとうございます初見さんあ、そうや、さっきいた人覚えてるかな何っけ、訪れるちゃうな、あ、何っけ、訪れるやっけ、さっきのさ、なんか英語、さっき英語英単語をクイズで出して、これがこの英語は日本語で何でしょうっていうクイズをしてたんですけど、あ、そう現れる、そう現れるを自分気づかずに現れるってやって、英語やと思ってこうやって見せてたら、なんか全員見てる人みんなローマ字やろみたいな気づいてたみたいで、自分全然わざとじゃないんですローマ字って全然わざとじゃなくて、ほんまにこれ何でしょうって、日本語で何でしょうって言ったのに、めっちゃそれがしかも最後の問題やって、ね、やらかしましたねさっきは。うん、やばい、スースーしてさ、なんか顔がシュッ、あの感覚な、感覚がめっちゃ顔シュッてしてる感じする。ハートアディットヤーさんかな、アディットヤーさんハートたくさんありがとうございます、嬉しいです。初見さんいてくださるんで自己紹介しましょうかね。ですね、まずお名前、クッシー、そう NNB48 の第10期生オーディションに参加しているクッシークヨンと申します、お名前ですね。で、こう、17歳の京都出身、4月8日生まれです。生まれた時から48です、覚えやすいんで、ま、あのぜひまた来年とか祝ってください、お願いします。好きなことは音楽聴くこと、写真撮ること、洋画、韓国ドラマ、アニメ見ることが好きです。なんで洋画とか韓国ドラマ、アニメおすすめあったら教えてください、お願いします。得意なジャンルはヒップホップジャンルです。こんにちは、おけいさん、ビッグウェブさん、こんにちは、ありがとうございます。今ね自己紹介してるんで、よかったら聞いていってください。ではさん、初見です、ありがとうございます。あの自己紹介聞いてください聞いてくださいっておかしい、福ちゃんさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございますありがとうございます。ぼちうまさんこんにちは、今自己紹介しているのでよかったら聞いていってください。そうですね、あ、そう、得意ジャンルヒップホップになります。ジャズとかガールズヒップホップは苦手かな、踊れるのは踊れるけど、あのすごくうまく技術的なことがないんで苦手です。そうで、韓国ドラマ、洋画、音楽聴くこと、写真撮ること、アニメ、この5つ好きです。で、推しメンさんですよね、やっぱ NNB の推しメンさんはアイピさん、シオミンさん、ミカニャンさん、この3人です。ミカニャンさんとアイピさんとシオミンさんです、お願いしますそう、 NNB の話もね、逆に自分もあんま詳しいって言われたら全然なんで、そう、自分はもともと推しを見つけたり、そう、推しが好きになったらもうその人しか見なくなっちゃうんで、そう詳しくないんですよ NNB さんも、けどその今の言った推しの方たちは詳しいんで、またお願いします。あ、23位、あ、23位、ありがとうございます、皆さん嬉しいです。
ギフト、ギフトたくさん送ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。もっと頑張りますね。そう、好きなことも5つとヒップホップ踊ることも好きやし、音楽聴くことなんですけど、音楽は洋楽とヒップホップが好きです。洋楽、洋楽もおすすめ教えてくださいね。推しは3人ですね。アイピさん、しおみんさん、みかにゃんさんです。お願いします。わかったかな。初見さん、どんなクヨンか、クヨンはどんな人かかな。わかったかな。クノのおすすめアニメは、おすすめアニメ、あ、そうやな、一旦前もあのおすすめさせてもらったんですけど、マッシュルっていう、あのマッシュルームの髪の毛のにマッスル、あ、じゃあマッシュ、マッスル合ってるわ、マッスルのマッシュルームの髪の毛の主人公がいるんですけど、そのマッシュルっていうアニメおすすめです。でも自分もアニメおすすめがそのマッシュルって言っただけで、ほんまにいろんなアニメ見てますね。黒執事とかも結構前のやつなんですけど見てたり、転生したらスライムだった系も好きです。あとは進撃の巨人、あとね、カモノハシロンの禁断推理っていうミステリーアニメもおすすめです。なんかおすすめいっぱい言っちゃってすいません。そう、一旦マッシュルおすすめです。戦隊大失格始まった。戦隊大失格曲やった、ありがとうございます。聞きます、聞きます。なんかさ、 OP とエンディング、オープニングとエンディングってことは知ってるかもしれんってことやんな、自分。なんでかってなんか、ちょっと待ってや、前さあのおすすめしてくださって、あ、やんなやんな、前言ってましたよね。前なんか戦隊大失格を調べて初めて見るっていうのを話してました。オープニングとエンディング曲ありがとうございます。とゆうさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。一旦5時までなんですけど、このままなんか人集まりそうやったら、あの6時までしようかなって思ってます。お願いしやーす。初訪問もありがとうございます。よいしょ、ちょっと腰痛激しい、ここちょっと骨鳴らしますね。何の話で、あ、そうそう、自己紹介してましたね今。青の箱超面白い、見てみて、何やろう青の箱、ちょっと待ってや、調べるね。あ、やばい、分からへんわ。ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。なんか知らんアニメとか出てきたら嬉しいですね。もともと漫画やな、青の箱。オッケーオッケー、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。これは恋愛ものなんかな、青の箱。ちょっと待って、青の箱は恋愛漫画やな。え、オッケーオッケー、ありがとう。10月放送、オッケー。アニメが10月放送で、で漫画やな、オッケー。漫画見ます、漫画も好きなんです自分。あ、そう、漫画やな、漫画おすすめなんですか皆さん。漫画さ、詳しくないからさ、教えてほしい、いっぱい。ちなみに自分が知ってる漫画は、そのアニメは、まあ、基本漫画よし、あとおやすみぷんぷんっていうアニメ、アニメじゃ、漫画知ってますか。おやすみぷんぷんはなんか若干怖い感じ、面白怖いみたいなやつですね。東京グールとかもまあアニメやから、アニメの漫画は大体見てるかな。あ、これ好き、あの久保四十五は一周回って追いかけるっていう漫画あるんですよ。久保四十五は一周回って追いかける、それ面白いですね。うん、五等分の花嫁も好き普通に。ドドドチさん初見です。マー君さん初見お初です、ありがとうございます、ありがとうございます。初見さん嬉しいです、ありがとうございます。
ケンツーさん、こんにちは。こんにちは。いつも来てくださってありがとうございます。首取れたかと思った。そう、よく言われますね。首鳴らしちゃう。漫画は14巻。オッケーオッケー。漫画ね。見ます。漫画今、何？漫画今、迷子というか、何見たらいいか、何がいいのかもあんま分かってへんから見ます。ありがとうございます。あずきさん、ハートをたくさんありがとうございます。どう、銀魂？あ、銀魂、あのキャラクターあれ好きですよ。ちょっと待って、あのイケメンな子、イケメンな子いっぱいいるんやけど、銀魂。え、あの白髪やったっけな。違う違う違う、主人公じゃない人。待って、名前出てこへんな。銀魂のどれや？やんちゃ坊主さん、ハートありがとうございます。ハートもたくさん嬉しいです。皆さん送ってください、よかったら。ちょっと待ってや、銀魂のさ、誰やっけな。ちょっと待って、ちょっと待って、今めっちゃあ、これかな、志村真一かな、イケメンです。銀魂なんかかっこいい人多いな、ほんまに思って見てます、ほんまに。でも銀魂って話どこまで自分見たかわからないんですけど、どんぐらい進んでます？今も続いてんのかな、わからへんわ、そこらへんは。ハロー、ハロー、あ、来た、やった、外国の方来た、嬉しい。 I'm from Indonesia. Thank you. I'm from 京都 in Japanese. Thank you watching my video. Video じゃ。Thank you for じゃ、Thank you for watching my live showroom live. Thank you. と、銀魂はお腹よじれるほど面白い。え、ほんまにな。でも自分どこまで見たんやろ、ほんまに分からへんけど。どっかで見ようかな。あ、漫画もアニメもあった。嘘。ちょっと待って。途中からでも見ようかな。銀魂な。なんか友達にも前言われた、銀魂好きって言って。So look pretty girl. Thank you so much. I'm happy. Thank you for comment. Nas, your name is Nas, right? Thank you comment.やった、これ、あ、トラさん、インドネシアの方来たんで。また何かあったら助けてください、インドネシア語。ありがとうございます。どうしよう、5時6時までしちゃいます。見てくで、6時までしたら見てくださいますか、皆さん。どうやろう、6時まで、6時まで迷うな。でも6時までって言ったらあと10分やもんな。どうしようかな。しかもさ、さっきな、一回ライブ終わったやん。でさ、その間にさ、あの課題かな、あのそれの練習というかやってたんですから、結構ね、あのそう書いてたんですけど、やっぱ難しいですね。これ見せ、自分で書いたやつやったら見せていいんかな、一瞬な。こうやって、これで、あ、見えるんかな、ピント合うんか。そう、一瞬ね、あ、一瞬じゃなかった、結構ゆっくり書いてたかも。そう、頑張ってました。この、そうそうそう、よいしょ。外国の方人気あるね、やった。え、あれですかね、あ、どうです、他の人見に行った、他の方も何、英語で返されてる方いるんかな、他でショールームライブしてる人で英語返してる人います？自分だけなんかな、それやからかな、そんなこともない。ポリリさん、こんにちは、ありがとうございます。ゆっくり見ていってください。5時までって書いてるんですけど、6時までするかもなんで、最後までゆっくり見ていってください。ちなみに志村真一は決めたと、え、嘘。あ、でも確かに推しかぶりとかじゃないけど、うん、ないな。
会ったことないかも、確かに自分も。なんかさ、あれじゃない、え、うん、そうやで、かっこよくないですか普通にビジュアルかな、かな、ビジュアルうんうん、なんかさ、ビジュアルが可愛い、可愛い系って言ったら自分のあれやけど、ベビーフェイス。通訳頑張りますお願いします。老眼だから見えないんです文字だ、文字っていうのは分かりましたね。そう、でも結構細かく書いてたんでねあ、ちなみにこれ歌詞です。歌詞でここは強く歌ったり、ここ息吸ったりとか、なんかいろいろ書いてますね。What's your name? My name is Kyon. Kyon. And my name is Kushi. Entry number is 94. あ、聞こ、今もいるかな？いてくれたら嬉しいけど。お願いします。My name is Kyon and Kushi. Kyon. 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 Kyon です。I am Kyon ありがとうございます。ケンボーズさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。今日も嬉しいです他の人は分かりませんね。ありがとうございます。ってことはね、あれやな、クヨのライブだけやな。嬉しい、ありがとうございます。とっちゃチェックやでお前やなまあ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 、皆さんあれやな、自分のショールームだけでも見ていってください。ゆっくりね、楽しいショールーム、ショールームじゃない、楽しい配信を心がけているので。昨日さ、イラストやってさ、今日は漢字やって、英語やってやったけど、何のクイズがいいですイラストします。やっぱでも結構さ、分かるんですよ、何描いたかって。分かるからさ自分の絵クイズというか分かるはずやから、クイズにもならへんかも。こんにちは、ケイトさん、こんにちは、ありがとうございます。今なんかのクイズしようかなって思ってます。何しようかな。漢字はなんか自分分かってなかったし、英語はな、英語する？やっぱ英語しようかな やんちゃ坊主さん、星浮気なんやこれ、このコメントさんは。ほんまにさ、今さ、あの腰ずっとこう座ってるやんか、腰がずっともう痛くて痛くて、骨鳴らしたいんですけど、ちょっと待って、鳴らしていいですか。ならへんわ骨鳴らしたらあれやねんけどな、楽やねんけどな。コウスケさん、音符かわいい、ありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。とトラさん、絵を描いて我々が当てるゲームとか、動物ゲーム、確かに。じゃあ当ててください。書いてみるんで何書こうかな、何書こうかな。ちょっと待ってよ。まあ一旦簡単なやつからいきますね。簡単なやつから、待って、めっちゃ、まあ簡単なやつからね。これは誰でもわかるでしょうっていう、こうして、こんなんやな。え、怖っ、めっちゃ怖いわ。ちょっと待って、簡単なやつやけど、あ、怖いな、やっぱこうや。はい、これはわかりますよね。ちょっとめっちゃ簡単質素なやつになったんやけど、これ何ですか
面白そう。え、楽しいですよ。昨日もね、自分カワウソ描いてって言われて描いたら、なんか人面犬って言われて、うん、ウサギ、さすがに簡単、よかった。トラ、うわこれウサギです。ほんまにトラは、あの模様つけますよ。トラはやばい。これレベル1です皆さん。ウサギ腰取れたかと。めっちゃ言われる。なんかさ、でも骨鳴らさへんとさ気持ち悪くない？どうなん、みんな鳴らさへんの？自分鳴らすけどなあ鳴らさへんかったらほんまその一日めっちゃゾワゾワする。首も手も腰も足も全部。こんにちは、リミットさん、こんにちは、ありがとうございます。マーサーもこんにちは、ありがとうございます。絵が上手ですね、ありがとうございます。でも上手な割に昨日のカワウソ人面犬って言われたので、あれと思って。まあでもピカソって言われた時もあったんでねそれどういですよね。骨なら、あれの気持ちよさ、骨の気持ちよさいいですよね。うん、鳴らさないと一日生きていけへん寝る前とかもめっちゃ気持ちよくないですか？好きですね。1回目としては正解、よかったよかった。じゃあ第2問、じゃらん。で、まあまあこれもね、え、すごいうまい、これうまくないですわかりやすいですよね。遊びに来たよ、ありがとうございます。イラスト今当ててもらうゲームしてますこれはまあクイズでもないですね。ちゃんと足も描いてる。マーメイド風のえ、自分そんなマーメイドな、確かにセンスいいな。あれやで、あのこうさ普通に足をこう描いてたんですよ。やったら、あ、8本あったなと思って付け足して8本です。ウインナータコです。あ、でも分かるよね、よかったよかったゾウなわけえ、ゾウ描きますよ。逆にゾウはあのね、ゾウ簡単ですよ。ちょっと待ってね、ゾウ、ゾウはね、こうやねん。ちょ待って、あ、こうしてこうしてね、で口がこう、ちょっと待って、耳さ、こうやんな。ゾウ今描いてますトラさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ヒョウ柄タコ嬉しいです。タコタコ、今のね、タコですよ、正解ですリミットさん、あ、やばいわ、漢字待って、めっちゃ簡単な感じやのに読み方、あ、アカシやな、それアカシのタコ、絶対そうや、よかった、間違わんかったわ。アカシのタコ、どこのタコですかアカシのタコ、今のアカシのタコやったんかな、あのさっき描いたイラストは今ね、ゾウの OK、 ゾウ、ヤンチャ坊主さん、これがゾウですよ。ちょっとあの小幼稚園保育園の時より下手くそになったけど、ゾウはゾウもっと上手いんですけど本当はね。これは分かります、ほんまによいしょ、初訪問たくさんありがとうございます。これゾウです。あの体描いたら全部キモくなるんですけど、まあ顔だけならねいけます。キリン
違います。キリンは今の像ですよ。だって今の像でキリンがこうして、でこうさ、キリンって長いんよな、こう長いからこうなっててさ、耳ってあったんやな確か。で髪の毛があって目あって、でキリンはなんかあの模様がねあるやん、模様あるから、で尻尾さこうやん。オッケー、キリン、これこれキリンですよ。やんちゃ坊主さん、キリンこれです。さっきのはゾウですよ。え、めっちゃわかるやんな。アルパカ違います。アルパカは、あ、待って、キリン消さんとこ。アルパカは、アルパカは、アルパカってどんなんでした？顔こんなんでちょっと待ってや。目がこんなあって、あれ、アルパカって顔どんなんでしたっけ。アルパカ、これアルパカ、どう？アルパカの方が難しい、キリンより。尻尾がうまい。やったやった、尻尾ね、これね、ボサボサーと。すぐ描けるのすごいですね。やった、ありがとうございます。たくさんあのリクエストください。かわいい、ありがとうございます。キリンとゾウとね。たっちゃんさん初見です、ありがとうございます。今あのイラスト、これなんでしょう、これなんでしょうっていう、そうそう、会を開いています。昨日よりキリンぽい、やった、え、なんか上手くなった、キリン、やった、嬉しい嬉しい。アイワさんかな、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。今あのね、あれ何だっけ、今、そうそうそう、イラストクイズ大会、クイズコーナーしておりますね。アルパカです。お猿さん。アルパカ猿やん、嘘。アルパカってさ、顔前から見たらこんな感じじゃないですか。顔だけだとお猿、嘘、待って、え、お猿さん逆に描きますよ。お猿さんはね、お猿さんマジこれやで、だって、猿、え、ヒゲって生えてました？横？こっちかな。ちょっと待って、どっちやっけ、下？一旦下で、まあ覚え、え、待って、猿ってさ、ヒゲ生えてた？横かさ、下か覚えてないけど、まあ一旦ね。でさ、猿の頭ってなんか髪の毛ある人とない人あるから、間の感じで。猿はあと耳がでかくて、あ、これやん、これが猿ですよ。顔だけやと猿は、こっちがアルパカで、こっちが猿です。うん、アルパカザル、あ、そう、この2つ合わさったらアルパカザルかも。でも顔の中身一緒になっちゃうやな、難しいな。どうです、これ猿、え、ヒゲって横やった、ヒゲ横かな、またちゃうやんな、ちゃうやな、下やんな、ヒゲは下やな、あったかな、これこれです。お猿さんロックな。そうやな、え、これ髪の毛です。しかも猿のこのこれか、髪の毛絶対横じゃない。え、あんな下やな、じゃあ下にヒゲがあるな、多分もうちょっと生やしといた。こんな感じやん、これがヒゲかな、ヒゲより後頭部、後頭部、後頭部ってどうやって描くんですか。
ちょっと待って、後頭部って頭の後ろですよね。こう脳みそ出てて怖いよえ、ね、これ脳みそじゃないです、髪の毛です。髪の毛ヒゲより後頭部に髪の毛も増やしました。髪の毛から髪の毛増やしましたね、なんかじゃあ嘘、お猿さんです、これ。めっちゃよいしょ、子供泣いちゃうなんでめっちゃ猿じゃないですか。猿以外見えへんねんけど、どうなんややばいやばい後頭部にもなんか毛が生えてるって言ってくださったんで増やしましたね。脳を実験されてる実験されてる猿、確かにここな、こうつながってて面白い。そうそうやな。え、ちょっと待って、面白い。え、待って、このさ真ん中のキリンは残しといてもいい、可愛くない、なんかちょっとうまい割りながらね。猿はちょっとありがとうございます。一旦猿帰ってもらいました。次何描こうかな、生き物。あ、オッケー。ボール触ったら髪の毛だ静電気そうや、さっきのお猿静電気やな何されたお猿さんや、これはうっされた、これなんやなんや。じゃあ次のイラストね、描いてみます。これはこれはね、多分すぐわかるイラスト。どうしようかな、これ短くした方がいいよ。で 1,2,3,4,5 ぐらいやって、こうやな、これはな分かるはずやねん、めっちゃ分かりやすいし。で 1,2,3 で 1,2 はい、これはまあまあまあめっちゃ大体なんですけど、これは何でしょう改造な、改造されたお猿さんめっちゃな、最近なんか実験されたって書いてあってさ、めっちゃそうやと思った。よいしょ、これ何やと思います。動物じゃないんですけど、ウクレレじゃないです。まあでもそっち類ですよね。まあでも全部こんな形か違いなんて分からへんかまあそっち系です。なんや、エレキギターです。正解です、エレキギター。家にね黒のあるんですけど、自分弾いてなくて早く弾きたいんですよね、ギター。そう、ロック歌手、ロックバンド、なんて言ったらいいの、ロックアーティスト好きですね、聞くのもめっちゃかっこいいしバイオリンじゃないです。バイオリンはもっと綺麗に可愛く描きました何が違うってなるんやけどあと何ある、動物は。だってあれやんな、もう結構描いたいな。あ、トラ、トラな、トラ、トラはやばい、リスになるけど、トラとりあえずなんか顔をてんてんてんってしたらいいかなって感じで、これなんかさ、トラってさ柄あるやんな、リスにから、あれなよ、何やっけ、キリンの点々つけたみたいな感じやけど、カバー、カバー、そうやね、カバー描こう、カバーいけるで、
せめて猫に虎じゃあかんか。オッケーオッケー。これでも一応あの虎ですよ。汗かきのクマさん、え、クマにも見えますね、かわいい。でも汗やばくないです、毛の描き方どういうこと。え、ルカさん、これ毛じゃなくて模様です、虎の体の。これは模様ですね毛なんて描き始めたらもうキリないですよ、やばいですよ。さっきのあの猿みたいになっちゃう。頑張ってください、ありがとうございます鴨志田さんかな、ありがとうございます、嬉しいです。模様、模様ですよ。え、虎って模様ありますよね。模様を描きました、てん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 。カバさん次描きますね。ハンバーグ、ハンバーグはまあ点々書いて、丸書いて点々書いたらハンバーグです、それは待って、ハンバーグはこうやな、点々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 。一旦まずこれハンバーグ、はい、見ました、これハンバーグね。でカバが耳ってカバーありましたよね、確か。で口が大きくて歯があってで、ドーンとでかいんやな。でかいけどまあキリンが横にいるから描けへんってことで、1、2、3、4、カバー、カバー、カバーと、あ、名前書く？カバー、ハンバーグ、はい、どう、どう、どうです？絶対、嘘、全然か、別、全然別、これハンバーグ、これカバーです。ハンバーグを舐めるなら、ハンバーグこれじゃないですか。逆にな、どうかけって言うんですか、ハンバーグをてか点々はトラじゃなくて評価な、嘘、トラってさ点々じゃないか、あれか、丸か、けでっかい丸模様かな、トラは点々じゃない、丸やな。クッシーちゃんの好きな恐竜、うわ恐竜描きたい、やった。ブルドッグじゃない、これカバです、カバカバですよ皆さん。口でっかいじゃないですか、カバ。ノースフライトさんこんにちは、こんにちはカバです、カバです。てんてんの餃子美味しいよね。嘘、わからへん、食べたことないかも、自分食べてみます。てんてん、トラはしましまじゃない、そうやった、トラってしましま、ちょっと待って、なんか丸い模様じゃなかったトラ、うわしましまや、ほんまや、大阪はヒョウ柄のあれ、あれやな、いるな、ヒョウ柄の服とかいっぱいあるな、まあ確かに確かに絵文字見えるかな、見えます、ほんまやヒョウ柄やな。じゃあ次からはあのヒョウ、トラはヒョウ柄描きますね。ヒョウ柄か、オッケー、強、強そう、ヒョウ柄あれ、ヒョウ柄、トラ柄じゃなくてヒョウ柄、丸いのはヒョウ、あ、そうや、ヒョウ柄が丸くてヒョウ、ヒョウの柄やろ、トラがしましまやな。オッケーオッケー。かずしげさんこんにちは、ありがとうございます。ヒョウ柄って言ってほんまにな、今自分で気づいた、自分で今、あ、ヒョウ柄って言ってたわと思って今日ちょっとボケてんな、なんか、ハンバーグに目玉焼きのせなさい、嘘、ハンバーグ、まずハンバーグに目玉焼きのせることないで、のせるんですか、待って、じゃあこれを目玉焼きにすればいいんや、どう、めっちゃハンバーグそうです、ブルドッグじゃないですねカモシダです、ありがとうございます、コメントありがとうございます、嬉しいです。今イラストを自分で描いて何、何でしょうって当てるゲームしてますうーんと
大阪ヒョウ柄は、そうやねん、そうやねん、湧いてる湧いてるヒョウ柄、大阪ヒョウ、なんで大阪ってイコールヒョウ柄なんですかね。いつもボケてて可愛いそれ褒め言葉ですか。ボケすぎやけど今日は。いや、しかもわざとじゃないですね、ほんまに。ツッコミかなって思って、ずっと前もそうツッコミって言ってたけど、なんか今日ボケちゃってるな。ドドドドンキー来た、ドンキーホーテー、ドンキーホーテーは全国やな、そうやなえ、なんやっけ、何を書くってっけ、さっきカバってさ、カバ書いて、んで、あ、そう、猫をさ、でも猫昨日描いたやんか。ハンバーグ一旦消します。カバも一旦、カバも消します。なんかイラストって難しいですねまふみさんこんにちは、よしさんこんにちは、ありがとうございます、コメント嬉しいです。じゅんなさんこんにちは、ありがとうございます。あ、5時までって、あれテロップ消しますね、6時まで。あ、ハリネズミ OK です。ハリネズミ、ハリネズミね、ツンツンさせとけば全部ハリネズミになるかなどうなんやろ19じゃない、18やな、18時までで。クマさん、クマさん OK、 18時までします。たくさん来てくださったんで、ハリネズミやな、ハリネズミ描きますね。丸やんな、一旦ハリネズミって、でもネズミみたいなさ顔してるから、で顔丸くて体が丸いんよな。でまあこうツンツンしてねな、体が。あと何ある、ハリネズミ足ってさどんなん、短いやんな、足短い、ん、亀みたいになるけど、あ、めっちゃ亀に見えると思うんですけど、まあハリネズミなんでね。あ、こうの方がいいかな、ツン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 と、針がある分だけいいよな絶対。顔がさ、顔分からへんねんけど、どうしたらいい、顔さこうして、耳あると思うから耳してさ、口ある、口分からへん、一旦口開けときます。 OK、 ハリネズミどう。くまちゃんさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。これ何に見えます、何にっていうか、あのハリネズミ描きましたハリネズミです。これどうです、皆さん顔がさむずい、どうしたらいい、この顔あれやんな、お、あの芸術作品にさ、この顔、こういうさ顔あるやん、それみたいになったこれハリネズミですけど、どうですかね、カメではないか、大丈夫やんなやばい、ハリネズミに見えへんかもしれん、これどう、どうです、ハリネズミなんかさ付け足すやつある、ハリネズミちゃうわ、ハリネズミさ耳上か、横じゃなくて上かな、上やな、ちょっとハリネズミ耳を横にします。どう、耳横にしました、あ、横じゃない、上にしました。確かに亀感やんな、自分も描いててさ、なんかあれって思って、でもネズミと亀似てないか、似てないわ、すいません似てなかったトゲはいい感じ、え、ですよね、トゲめっちゃある分だけ描きました、バーって。
うん、ピーマル様の夕飯に出てきそう。嘘、確かに言われたらいつか登場させてもらおうかな。うん、NNB のクヨン作って言って、 NNB クヨン作、恐竜だ。あ、お前恐竜な、恐竜描きたい。なんでも恐竜もさ、いっぱい種類おるやん。あの飛ぶやつと草食とティラノサウルスやったり、あのギザギザのやつやったり、ここがめっちゃでっかい恐竜やったり、めっちゃいるよな。どう、ハリネズミはまあまあいい感じかな。顔は置いといて。でも顔置いといたら誰でも描けるか。こんな、なんかさ、難しいやつないんかな、イラスト。イラストぶなぜあれやもんな、なんや、果物とかはさ簡単やしさ、人間って言ったらちょっとむずいやん。恐竜だ、恐竜な、そう恐竜、恐竜だけやったら何が出る。うーん、ちょっと待って、何だよかな一旦。でもさ、恐竜もさ、いざ描けって言われた時こ難しくない、いかに怖く見せられるかやろ。いざさ言われた時恐竜描けへんよな。しかもなんか、え、恐竜って難しくない？描ける？恐竜は好きやけど、恐竜を描けって言われた時さ描けへんよな。目はちょっとちっちゃい、で鼻があって、耳ってないもんな恐竜は。じゃあ目でかいわ、目でかいけどなんかこういう目や、で鼻がでかくて、じゃあここが鼻やんな。ちゃうわ、目さ、目前の方や。え、待って、でもさ頭めっちゃ長いね。待って、分からへん。はじめさ、こっちに目こっちにこうやって書いて、で鼻をここに書いてたんやけど、絶対ちゃうなってなって、で下にあれ写したけどさ、なんかサメみたいになった。恐竜って難しくない？これちなみにティラノサウルスイメージ。やばい、恐竜描けへん、どうしよう。おでこの広いおじさん。おじさんか、髪の毛生やしたらそうやな。こう、でもこんなさ、この何が特徴かって言ったら、このこれなんです、これ。恐竜のさ、でっかい歯あるやん、これが目印ですね。こういう魚いるかも。魚？うっそう、魚？それはね、インドネシアの魚ですか？待って、恐竜ほんまに悔しいな。恐竜さ、イラスト見て描こうかな、自分真似して。それやったら描けるやんな。いきなり言われて描けるもんじゃないよね、多分、恐竜。恐竜難しいぞ。草食動物とかやったら、キリンみたいになるんやけど。恐竜イラスト、あ、そうや、恐竜博物館行ったことあります？皆さん、前自分行ったんですけど。うわー、かわいいわ、これ描こう。恐竜博物館はね、福井にあるんですけど、前行って、そう、自分恐竜好きやからめっちゃテンション上がりましたね。あの、実物じゃないけど大きさもさ、そのまま残されてるやん。すごい、これこれは恐竜や。こうやんな。でね、恐竜ってさ、なんでさ、あの体の上にギザギザあるんやろ。桃太郎さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。なんか深海に化け物っぽい、あー、なるほどなるほど、いるな。
こういうアンテナみたいな張ってるさ、あの魚とかもいるような途中で切れて繋がらなかった。嘘、あれネットワーク悪かったかな、止まってないかな、止まってない、よかった。また止まったら言ってくださいね。こうしてね、あ、恐竜でも分かりやすい絵はできてますよ今。でもいざさ恐竜描いてって言われた時に描けへんなって思って今思った。花、そう花マジ大事。恐竜花イメージやね。あのジュラシックパーク見ててさ、花息すごいやんか恐竜の。オッケーオッケー。お腹も色ちゃうやな。そうやな、こんな感じです。これ頑張った、まださっきよりマシ。ガル学習まんじゅうさん初見です、ありがとうございます。これ何と思います、なんやなんや、これ恐竜です、どうです。栃木のマッキーさんこんにちは、ありがとうございます、コメント嬉しいです。たくさんコメントしてください。あ、そう、ヒョウ柄、ヒョウ柄タコ待ってます、お待ちしておりますので皆さん送ってください。恐竜かわいい、上手、やった、恐竜わかりますね、これはこれぞ恐竜です。ガチャピンじゃないです、ガチャピンって恐竜ですか、あれガチャピンって恐竜でしたっけ、なんかガチャピンって名前すらなんか懐かしい気がする。あ、恐竜や、ガチャピンも恐竜や。恐竜なんガチャピンって、待って今初めて知った、ガチャピン恐竜なん初めて知った。へえ、岩本純、あ、漢字これ純礼さん絶対違いますね。こんにちは、コメントありがとうございます、嬉しいです。漢字弱いんでまたお名前間違ったら言ってください。トモさんうまい、よかった、キリンとね、恐竜です、キリンと恐竜です。ありがとうございます。自分サイドのルーターのもの、あ、よかったよかった。あれやな、じゃあなんやっけ、ネットワークいいところ行って見てください。止まったらな、あれやな、あの前のさエルマパさんも前言ってたんやけど、あのなんやっけ、新幹線止まるから毎回白目向いてるって言われるし、自分も気をつけます、ずっと目開けときますね。うん、かわいい、めっちゃよかった。他なんかかわいい絵描けるやつないかな、マジかわいい、めっちゃキリン主張してる。だってさ、キリンこれ自分いきなり描いてこれって上手くないです、結構さ特徴つかんでるしかわいいよ、ほらほらほら、マジイラストマジイラストって語彙力な、キリン主張します。あ、でもこのキリンさんも一旦ねさよならということで、恐竜さんもねさよならって、なんか絵描くの久しぶり、何年ぶりなんやろうなんてぐらい、昨日からね、何年ぶりなんやろ、マジ楽しい。なんかやってないゲームとかをさ久しぶりにやるとほんまに楽しいですよね。 DS したくなってきる、なってきるやって、動物の森したいな、動物の森。オッケー、イラストどうですか、皆さん描きましたけど、たくさん、あと英語もな、さっき現れないやったんやけど、英語漢字何が、じゃあ漢字英語イラストやったら何が良かったです。アンケートじゃないけど、そうやな、投票もできるんか、これ投票で何か作りたいな、なんかね、犬か猫とかそういうやつやんな、多分。そうや、犬か猫やったらどっちがいいです皆さん。通信使えなくなるの、そうなんですか、それ初めて知りました。そうなん、 DS があるのに通信は使えへんの、
嘘、初めて聞いた。それ今は使えます？もう使えへんくなるってだけで今使えるんかな。やったら急いで友達、あの昔の友達じゃないけどと遊んで DS しようかな。ジャガさん、プレミアムダルマありがとうございます。プレミアムダルマありがとうございます、嬉しいです。そうやな、タコテロップに書いとこうかな。あと30分やけど豹柄ですね。豹柄タコたくさんたくさん受け付けております。豹柄ガララ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 ラ。よいしょ。ヤスさんこんにちは。こんにちは、来てくださってありがとうございます。任天堂がサーバー来た。あ、そうなんや、知らんかった。じゃあさ、通信以外は使えるけど通信はもう使えへんってことやな。悔しい。なんで、なんでな、 DS 好きやのに。 3DS も好き、どっちもやけどあの頃自分小学校低学年かな、小学生低学年やったんやけど、ずっと学校から帰ってきて周りの子と DS して遊んでましたね。 3DS とか妖怪ウォッチしてたな。妖怪ウォッチと、妖怪ウォッチして、あと動物の森して、あとさ何やってた、何やってたやろう。でもほんまに遊びたい、この後遊ぼう一旦な。遊びたい、ほんまに遊びたい。猫派かな、にゃん。嘘、何の猫ですか、何の種類ですか。自分は、マンチカンかな。足短い、かわいい。足短い猫は好きです、マンチカン。22位まで、13,261 ポイントらしいです。22位上がるのに、13,261 ポイント。必要みたいなので、たくさん豹柄タコ送ってください、お願いします。 DS のタッチペン何本なくしたことか。それなほんまにそれなです。買うたびにタッチペンないんですよ。から分かる人には分かるんですけど、妖怪ウォッチの虫捕まえてさ、戦う時とかこうさ回さなあかんやん、こうガーって。あれさ、この周りであったらペンとかもこれやし、あともうペンすらなかったら爪でさ、こういかに、なんていうの、回せるか。そう、戦いとかさ回さなあかんやんか。あれさ、タッチペンがないからさ、指でやってたらどんどんさ、その画面がさ、気づいて仕方なかった。でもすぐにさ、ペンなくすし、なんなんやろな、あれすぐなくす、ほんまに何本なくなったんやろめっちゃあるあるやわ、タッチペンな。佐藤さんこんにちは、ありがとうございます。 3DS ポケモンしか、わざわざピカチュウのこと3DS ってさ、あれ、世界共通やんな。違う、世界共通やんな。ポケモンからやのにピカチュウ模様のかなそうや、模様のやつあったな。自分の持ってたピカチュウじゃない、自分の持ってた 3DS とか DS は普通の無地の色付きというか、ピンク、白、青、あと何色やった、そう普通のやったんやけど、周りにもいましたね、模様ポケモンとかさ、ピカチュウとかさかわいいね、ロシアンブルーもいいよね。そう、かわいいですよね、ロシアンブルー。マンチカンもかわいいしマンチカンかわいい、短い足よ、マジかわいい。画面カシャカシャになるやつそうマジカシャカシャ、マジでカシャ。そうだから上のさ、画面だけめっちゃ綺麗なよな、下がもうあかん
そう、妖怪ウォッチずっと戦う時もそうやったし、あとクッキングのさ、何カセットとかあったり、自分で言ったらアイカツとかプリパラとかのカセット、プリキュアのカセットやったり、アイカツとかプリキュアのカセットで遊ぶ時もなんか回す時があるんですよ。全然その時マジ不便でしたね。マンチカン、そう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 、マンチカン、なあ、かわいいわ、猫かわいい。でもな、猫とさ犬で選べる人ってすごいなって思うんが、自分猫と犬ほんまに選べないんです。なんか犬はなんやろ、どっちもさ、どっちもな好きやねんけど、猫はかわ、まあ、犬と猫、まあ、どっちも共通すること、顔とかもそうやし、とにかくどっちも可愛いじゃないですか。猫は鳴かへんで、犬は鳴くけど、犬はいろんなとこ飛ばへん、猫はいろんなとこ飛ぶで、なんかさ、いいとこと悪いとこどっちもさウィンウィンにやってさ、そう選べへんし、あと何やっけ、猫をそう買う時もそうやけど、猫はさ、なんかそのにゃーとかは鳴くけどさ、犬ほどなんやろ、響かへんやん、から近所迷惑とかそういうのも、マンションとかやったらさあるやん、ないけど、その分さいろんなとこに飛んだりやん。で犬はさ、なんかと上に乗ることはないけど、毎日そう散歩も行かへんとあかんしさ、そうなった時猫なんかなって思って。けど犬もな、自分ポメラニアン好きなんです。犬はポメラニアンと、ちょっと待って、犬何やったっけ、ポメラニアンと柴犬か、柴犬好きですね。ちっちゃい子がほんまに可愛い。だからポメラニアンか猫って言われたらポメラニアンやし、マンチカンか犬って言われたらマンチカンなんですよ。だから全部全体でさ、猫か犬どっちがいいみたいな言われたらほんまに選べへんな。あと犬かご飯、あ、ちゃちゃちゃ、犬かご飯じゃない、あかん、やばいやばい、犬か、あ、ちゃちゃ、ご飯かパン、ご飯かパン理論あるやん。あれも自分どっちも早から、朝はまあ確かにご飯食べる時もあるし、パンで今日は休みやなって感じもあるし、でも夜ご飯は絶対ご飯ですよね。夜ご飯は絶対ご飯。でも昼と朝はパンでもご飯でもどっちでもいいなってぐらい。あー、やってた、懐かしい、ほんまにやってましたよね。アイカツとプリパラとプリキュア、そう、そこらへんやな。プリキュアのさ戦いとかもあったしな。アイカツが散ってた、ほんまにな。アイカツさ、めっちゃ今カードあるんやけどさ、アイカツの機械、遊べる機械が今秋葉原にだけあるんですよ。秋葉原だけ、アイカツのために秋葉原行きたいぐらいなんですけど、ほんまに行きたいです。アイカツのその今カードが多分どっさりこんぐらいあるんですね、まとめてさこんぐらいあって、でこれをさ捨てるのはもったいないし、売るのもなんか嫌やし、どうせなら遊びたい、近くにあったらなんならもうほぼ毎日行くぐらいなんですけど、秋葉原にあるから、もう使ってから売るとか、使ってから捨てたりとかかな。捨てたくないけど、絶対捨てたくない、売るか持っとくか誰かにあげるかですね。マジアイカツの服はほんまに全部可愛いな。ランが好きです、ランちゃん一番可愛い。秋葉原マジで行きたい。あずきさん、流れ星ギフトありがとうございます。すごく綺麗でした、ありがとうございます。犬かご飯マジやばいよな、犬かご飯ほんまに犬に申し訳ない。以前7匹いたのよ。やんちゃ坊主さん猫好きって言ってました、猫かな。ノラで4匹いいな。自分も犬か猫か飼いたいけど、一旦ハムスター欲しい。ハムスター好きです、ほんまにハムスター欲しい。
いいのはなんか自分が生きてる前、何めっちゃ昔育ててたらしいんですけど、めっちゃ昔自分が生きてる時に育ててほしいなって。飼いたいな、犬か猫かハムスターやな。やっぱ収穫だって戻ってきた、お疲れ様です。あれやな、甘夏やっけ。お疲れ様です。どのぐらい取れました？腰とか大丈夫ですか？いっぱいあ、エルマパさん、ヒョウ柄タコありがとうございます。さっきねイラスト描いてて100個やった、タコ食べたんです。食べたんじゃない、タコイラスト描いてタコ食べるってどういうことや。ヒョウ柄タコ嬉しいです、ありがとうございます。そう、さっきタコも描きました、ありがとうございます。たくさん嬉しいです、ありがとうございます。コウさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。エルマパさん、プレミアムダルマですね、これ。ありがとうございます、たくさん嬉しいです、ほんまにお疲れ様です。明日秋葉原、すごい、エルマパさんほんまに毎回思うのが遠征っていうのすごいなと思って、いっぱいいろんなとこ行ったり、行ってはりますね秋葉原どこ、何アニメとかですか、何しにですか。いいな、アイカツの機会が秋葉原にだけあるんです。代わりに行ってきてくださいアイカツのゲームほんまにマジしたい大阪にも来おへんかな、秋葉原にだけなんですわ。わかる、そういうの捨てれへんよね、ほんまに捨てれないですよね。でそう、捨てれへんくて10年以上経ったらアイカツがまた秋葉原にできたって言うから、行きたいってなる。うん、しかも可愛いし、アイカツのカードもしかしてお腹空いてる、そう空いてますよ。でもお腹鳴りました、鳴ってない気がするけど、なんでわかったんやろ。にゃんちゃまさん、ハムさん、ハム太郎見て、見てました、ちょっとこハム太郎自分も見てました。あの DVD 家にあって車とかでもよく見てましたよ。ハム太郎めっちゃ好きやわ、ハム太郎めっちゃ好き、見てました。鹿尾さんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。ゆっくり見ていてください。6時までして、その後またするんでチェックして待っていてください、お願いします。200個以上あると思う。木一本に200個以上なの、すごすご、200個以上を取ったんですかすごいな、体大丈夫ですか、休んでくださいね。しかもさ、何がすごいってさ、そのなんや、収穫とかの庭仕事だけじゃなくてさ、新潟やったりどこや、明日は秋葉原やけで、前新大阪のその難波のさ劇場も来て、多忙からのめっちゃ忙しいですねヘトヘトですよね、すごいな AKB のただいま恋愛中恋秋葉原か、お前ない、なんか言ってたな、さっきも楽しんでください、ほんまに公園行きたいな。次 NNB さんのあのアイピさんが出てる公園あったら行きたいな。そうや、アイピさんがいる公園行こう。そうでさ、なんか前さ NNB のさ、あのメンバー、他のメンバーさんとかを知ってますかって言われた時に、あの自分が推しに一途じゃないけど、推しばっかを追っちゃうタイプなんですよ、から劇場もアイピさんが出てる劇場のチケットを買ってとかやから、毎回推しが出てる、なんなら前やったらしおみんとアイピさんが出てて、でお姉ちゃんがそのハラカレンさんが好きなんで、もうアイピさんとハラカレンさんが出てる公演は2人で行けるっていうので、そう、あのかぶったら行ってましたね。1人で行ったことはないんです、
お姉ちゃんが原カレンさん出てる劇場に毎回行って、そこにアイピさんがいたら自分も行くっていう感じでやったんで、その他のメンバーさん詳しくなくてね、一旦アイピさん見てましたね。なんかハマったのに、そうハム太郎ハマりますっていうか、ハム太郎は待って、ハム太郎ってさ今どこで見れるんやろ、アマプラとかあれかな、ネットフリー何で見れるん、あのハム太郎の DVD あるって言っても1話とか2話3話ぐらい、初めの方の DVD しかないからさ、見たいな、ハム太郎いいな、見たい見たい。はんぺんくん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。あと2日なんですけど、またゆっくり見ていってください。ギフトも待ってます、たくさんお願いします。 N 公演な、そうです、ナンバーラ、M 公演です、多分前ね、そう M 公演やな、なんか CD はまた別や、これ多分5月5日はアイピンの生誕祭です。もう見ました、5月5日でも5月5日やろ、だって待って、もうさ応募終わったっけ、前さ応募してます、あ、じゃあ募集席会とかいろいろ待ってますってアイピのストーリー見てさ、その公式サイト見てたんやけど、5月5日な、ちょっと時間さえ会えば行きたいな。もうマジ IP 会いたい、 IP 会いたいって言ったら普通のオタクになっちゃうんやけど、IP さん会いたいです。愛花さんですね、さつき愛花さん、マジ可愛いし、ほんまに、なんなんあの可愛さ。なんばら、N 公演やな、多分 N 公演やな、なんばらは自分行ってないと思いますね。ボブさんこんにちは、ありがとうございます、嬉しいです。あれ、さっきってさ自分何位になって、あ、何位でした、ランキング下がっちゃったんかな、なんか23位までって来たんやけど、さっき21位までって言ってましたか、変わってないか、24のままやった、どっちやろ、分からへん、下がったんかな、このままなんやろ、分からへんけど、たくさんギフト送ってください、お願いします。漢字、英語、イラスト、そうクイズさっきまでしてましたので、あ、そうでしょう、あ、梅ちゃんさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。初見さん嬉しいです。そうやな、初見さんも終わるまでやから、一旦ありがとうございます、たくさん見に来てくださって嬉しいです。ね、何やっけ、自己紹介、こんにちは、自己紹介させていただきますね。名前はクヨン、クシーです。で、17歳の4月8日生まれで、生まれた時から48なので覚えやすいと思うんで、誕生日、クヨンの誕生日は48っていうので覚えてください、お願いします。京都出身です。で、好きなことは、ちょっと待ってね、好きなことは、写真撮ること、音楽聴くこと、洋画、韓国ドラマ、アニメが好きです。洋画、韓国ドラマ、アニメが好きで、音楽聴くことで、ヒップホップと洋楽がとても好きです。で、ヒップホップダンスが得意ジャンルになりますね。はい、洋画と韓国ドラマ、アニメは好きなので受付中です。おすすめ受付中です。NNB さんの推しメンバーは、憧れメンバーもそうなんですけど、アイピさん、シオミンさん、ミカニャンさんのこの3人です。アイピさん、シオミンさん、ミカニャンさん、すごく好きです。可愛い、美人、スタイルいいから好きです。で、あ、そうやな、自己紹介の一つとしてあれなんやけど、韓国語と、そうや、言ってへん人にも言ったんやけど、韓国語、英語は少し、韓国語と
できます。中国語はほんまにニーハオとシェイシェイぐらいしか知らないんですけど中国語は学びたいぐらいで、韓国語と英語と日本語です。お願いします。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。こんにちは、イーボルタさんかな。こんにちは、ありがとうございます。多分5月2日に登録、え、嘘、待って、受付中、よかった。5月今受付中で、いつまでなんやろうな、ちょっと待って調べるな。5月2日やんな、だってもう来週、今週、ほぼ今週やんな。いやー、どうしよう、ちょっと待って、あ、受付中やんな。 OKOK、 ありがとうございます。後で調べます、ちゃんと調べますねキャッチフレーズに生まれた時から48入れても面白いねほんまに受かること前提でいきます。ほんまやな、名前、そうやな、行こう。名前がクヨン、クッシー、さあ自己紹介一回さ、そのキャッチフレーズで生まれた時から48言ったらいいか。え、マジさ、逆に48やのにさ落ちるわけなくないって感じでさ、強気でオーディションたくさん受けに行きましょうか、ほんまに。これから名前はクヨン、クッシーです。誕生日は4月8日生まれなので、生まれた時から48グループですこんなんでいいんかな、絶対いいやん、分からへんけど、何がいいんか、もう何が良くて何が悪いんか、オーディションとか分からないですもんね英語でも軽く自己紹介を、あ、任せてくださいませ、お任せあれです。英語の、あの海外の方も見てくださってるかもなんでね、腰痛いな、あ、よいしょ。ハローハローハローハイハロー My name is Kuyon and Kushi、I'm 70 years old、My birthday is April、 当てるわ、 My birthday is April 8 and I'm from Japan in I'm from Kyoto in Japan、 SoNice to meet you. My favorite color is green かな。Green and my I like あ、my favorite genre is hip hop dance. Do you know hip hop dance? Yes.そうそうやな、あとは何やろ、音楽やな、リスニング音楽じゃない、リスニングミュージック like J-POP and R&B、 クリゴって韓国語、ちょっと待って、like じゃない、そうじゃないな、ちょっと待って、 as a my profile isコリアン TV のむ、のむ調和平和じゃない、ちょっと待って、韓国語じゃなくてコリアン TV の、あ、ライベリ、待って、 I like Korean TV and animation is very like、 待って、なんかさ、大丈夫、韓国語ま混ざってさ一気にわからんくなった。I like Korean TV and animation isSo very much. 絶対ちゃう、待って、なんて言った、 I like TV and animation、 あ、そう、 So much, so much、 どうや、 Thank you so much, thank you for listening my profile、 ケージ63、こんばんはじゃない、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。今はもうこんばんはかな、スラマンマラン、皆さん、よろぶん、こんにちは、スラマンマラン、エブリワン、スラマンマラン、初訪問たくさんたくさんありがとうございます。6時までなんですけど、ナイス、 Thank you so much、 Oh my god、 Oh my god、 好き、 Oh my god、 外国人の方来おへんかな、トラさん外国の方なんやけどなんやろ、外国、あのマジの日本語わからへん人とか来たらさ、翻訳マジお願いしたいぐらい。外国の方、今日この後の
ライブ配信と明日で来てくれたらいいな。楽しい。海外交流マジ好きやからな自分。あさ、いきなりやけどさ、あの女性のか、あの男性でも全然いいんですけど、あのアイライン、メイクのさアイライン、ここか、あのこれな、このアイライナー、アイライナーさ、おすすめ、まあ需要あるかって話やけど、マジおすすめというか、自分がもうすごい一番好きって思ったアイライナーがこれな、今使ってるやつなんですけど、あの韓国でダイソー、韓国のダイソーに売ってるあのアイライナー、もうほんまに100円なんやけど、100均で見つけたアイライナーがこんなにいいとはって思って、そうめっちゃ布教したいですね。今までその100均とかじゃなくて、ただの普通に売ってる市販じゃないけど売ってるアイライナーとか使って描いてたのに、なんかなんやろ、すぐにダマになったりインクなくなったり、いろいろ描きにくかったんですよ、太かったりとか。けどその100均で、まさかの韓国の100均で買ったこのアイライナーがめっちゃ良くて、100円やのに一番良くて、そう何千円とかのやつより良くて、毎日使ってますね。しかも2本買ったからまだ持ちます、今のところ。まーちゃんさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。あと6分、あと5分、早いです。でも2回目もう今日6時までしたんで、また、うん、何時やろ、ちょっとやらないといけないこともあるんで、すぐ始められないんですけど、8時半とか、ん ?8 時、8時半とか9時になって、また10時までになるんですけど、夜もう一度今日第4回目のライブ配信をするので、皆さん見に来て、よかったら見に来てください。8時半9時かな、早くて8時やけど、多分な、ちょっとやること、あの積んでるじゃない、何こうね、いっぱいあるんで。そう、ありがとうございます。初訪問たくさんたくさんありがとうございます。いいとも、よかった、ありがとうございます。待ってますね、ラジャー、やったラジャーです。あ、そうや、今さ、今おらんよな、おらんけど一回やってみようかな。あのさ、初めからさずっとあのしんちゃんのモノマネ、声マネさ得意なんですって言ってやってなかったんですけど、今やろうかな、明日と今日、今日と明日やろうかな。なんかさ、声もね、自分できるものがなくて、しんちゃんぐらい、あとねねちゃん、ねねちゃんとしんちゃんと風間くんのマジ全部ワンフレーズなんやけど、それぐらいなんやけど、それだけやって終わろうかな。ほんで夜もまたやろうかな、多分、うん、夜の方、あの3回目、最後、今日の最後やる配信の方が見に来てくださる数も多いかなとか思うんですけど、その時もまたやろうかな。どうです、今やろうかな。うん、ゆきまるさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。どうしよう、じゅんちゃんは山に登ってるみたいですよね。昨日なんか山に登るって言ってましたね。今山のぼ下り中かな、今山下り中かな。またね、夜来てくださると思うんですけど、待ってます皆さん、パパさんも待ってます、お願いします。どうしようかな、夜やな、夜たくさん来てくださったら、あの声真似を参戦しようかな。ちょっとそんな、それまで声麗して慣れさしときますね。ほほほほほほいほほい、まだ出えへんから、もうちょっと声麗しといて、で夜にあのやります。女子がやってけるモノマネが大体しんちゃんやってやる。嘘、そうなんや、しんちゃん女子多いんやな。オッケーオッケー、それでオッケー。よかったよかった。え、どうする、なんかさ、一回どっちの方がいいとか、絶対どっちも一緒やろってなるんやけど、一回やっとこうかな。あほほ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 い、おら、あ、ちょっと待って、あかん、違う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 、ほほい、ほ
ほほい、おら、しんのすけだぞ。どう？しんのすけだぞ。ななこお姉さん。なんか違うな。夜ちょっと出直してきますね。あと、なんけ？クレヨン、ねねちゃん。ねねちゃんと風間くんは、まあまあまあ、夜に。あのお待ちください夜お待ちくださいはははよかった。まあ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 、夜クオリティ上げてしんちゃんとねねちゃんと風間くん、この3つ3人かな、3人やるんでまた見に来てください。それ以外のね、声真似がちょっと難しいんですけど、用意しときます。あ、ランキングだけなので一旦この部はあのおさらばします。ありがとうございます皆さん。13位のドビンさん、ありがとうございます。12位のジャガさん、ありがとうございます。11位の鴨志田さん、ありがとうございます。10位のまーちゃんさん、ありがとうございます。9位のまーさん、ありがとうございます。8位のこれドットさんかな、テンさんかな、ありがとうございます。7位の菅焼き台湾ラーメンうまいさん、ありがとうございます。6位のサクサクさん、ありがとうございます。5位のゆうさん、ありがとうございます。4位のやんちゃ坊主さん、ありがとうございます。3位のあずきさん、ありがとうございます。2位のトラさん、あるありがとうございます。1位のエルマパさん、ありがとうございます。皆さんこの時間も来てくださってありがとうございます。ほんまに嬉しいです。またね、早くできたらしますので、また通知来たらすぐ見に来てください。お願いします。やんちゃ坊主さん、いい感じやん。よかったよかった。いい感じでいきますね、夜も。初見です。ありがとうございます。もう終わっ、あの、初見さん、たくさん嬉しいです。ありがとうございます。もう6時まで、6時になっちゃったんで、また、夜かな。あの、フォローして待っていただけたら嬉しいです。フォローして、待っていてください。そう、夜ご飯食べてもいいし、もうお風呂も入っちゃってもいい。もうなんか、配信待っててください。お願いします。明日、今日と明日だけなんでね、ゆっくりもうたくさん話しましょう。ありがとうございます。トリマ充電してくるわ、してください。充電して待っていてください。配信お疲れ様、お疲れ様です。皆さん今日もありがとうございます。また後で